動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。久保木ひろとです。皆さんお元気でしょうか。というわけで今回の内容はですね、実は怖い濱田省吾の世界という内容でやらせていただきます。濱田省吾さん、自分は人生で一番影響を受けたアーティストさんです。もうこれ以上影響を受けるアーティストさんはいないんじゃないかなというくらいに、もう大好きで大好きで仕方のないアーティストなんですけれども、濱田省吾さんよくねフォークの人でしょとかって言われるんだけれども、全然フォークの人とは違うんですね。濱田省吾さんってもうテレビにほとんど出ない方、メディア露出が極端に少ない上に、ヒット曲も1曲だけなんですね。悲しみは雪のように、これ1曲だけで、それ以外にすごい認知度の高い曲っていうのは実は少なくて、もう一つの土曜日とか片思いとかは、カラオケの定番曲としては有名だけど、シングルとして大ヒットしてるわけでもないので、それなのにもかかわらず未だに大規模なアリーナツアーなどもねソールドアウトさせてしまうような方ですし、アルバムとか DVD ブルーレイ出した時には絶対にオリコンチャート1位を取ってしまうようなすごく稀な例の人なんですけれども、作風としてはですね、もう本当に時にはボブ・ディラン的なプロテストソングを聴かせる方で、時にはポール・マッカートニーのようにすごくキャッチで聴きやすい曲を作る人ですし、時にはブルース・スプリングスティーンのように、ここのイメージ一番強いと思うんですけれども、力強くロックナンバー、俺の人生みたいなのを歌う方です。いろんな側面のある方なので、全キャリアを追うとなると結構ね大変なんですけれども、この濱田省吾さんについて本当に深く語るのはしばらく先にしたいなと思ってまして、本当にね濱田省吾を総論格論で授業をやりたいぐらいに大好きなんで、また今度にしようと思うんですけれども、そんな濱田省吾さんの曲の中で歌詞の内容がちょっと怖いものをちょっとご紹介したいなと思いましてですね、濱田省吾さんの詩の世界っていうのは言ってしまえばもう一人の詩小説なんですね。一曲が一本の映画とかショートドラマだと考えていただければ早いんですけれども、例えば同じ事務所のスピッツみたいに考えさせるような抽象的な表現とかを使う方ではなくて、もうがっつりストーリーをこう固めて、そのストーリーに沿って歌を作られる方なので、だからかなりストレートに怖い詩を歌ってます、濱田省吾さん。今回ご紹介するのはまず1曲目ですね、パーキングメーターに気をつけろという曲です。濱田省吾さんの、8枚目のアルバムですね、8枚目のアルバムプロミストランド約束の地の3曲目なんですけれども、2曲目のマイホームタウンという曲、これはもうライブの定番曲なんですけれど、いわゆる C メロにあたる部分で、彼女は昼間オフィスレディまるでエンジェル、女性の姿を映して、でも土曜の夜は着飾り踊るよディスコ、そんな女性を後ろからナイフで狙ってるやつがいるっていうワンシーンを描くんですね。でそのワンシーンを拡大して作られた曲がパーキングメーターに気をつけろという曲なんですけれども、この曲の内容がですね、主人公の男、いわゆる今の言葉で言えば社畜ですね、1日10時間働き同士も疲れ果てている、すごく気も立っている、一人で映画見てバーで酒飲んで、ああ疲れた畜生みたいな状況、そんな主人公なんですけれども、ある女性に惹かれているわけですね。女性に明日一緒に食事でもどうって誘ったら、冷たくあしらわれたという、それがずっと心にモヤモヤしているという状況で、そんな疲れ果てて帰り道にその女の子が知らない男と一緒に腕を組んで歩いているのを見てしまった。これで激しいジェラシーが湧いてきた主人公、その女性が一人になったところを狙って刺してしまうんですね、ナイフで。でそのまま追われる身になるわけです。サイレンが鳴り響くし、サーチライトは眩しいし、そんな中で逃げて、もう逃げられない、俺はどうにか殺してくれみたいな、そこで終わる曲なんですね。で曲調としてはすごく明るい8ビートのロックンロールな感じなんですけれども、歌詞の内容こんな内容なんです。そんな恐ろしい曲もあったりするんです、濱田省吾さん。優しいバラードとかじゃないんですね。で次の曲がですね、思い出のファイアーストームという曲です。これ1986年、濱田省吾さんメディア露出が極端に少ないにもかかわらず J-BOY というアルバムでナンバーワンを取ったんですね。でその J-BOY の中からの曲なんですけれども、思い出のファイアーストームというこの曲もですね、シモンズから始まるトコトントコトンという時代っぽいドラムから始まる結構陽気な感じの曲なんですよ。で歌い出しが、あいつはハイスクールで
一番タフでクール、そしてワイルド、80年代だなっていう匂いがしますよね。まあそんなタフでクールでワイルドなイケイケの男がいて、とある女の子、もうその子が街を歩けばみんなが振り返るような美女、この二人がですね、まあやがて恋に落ちるんですね。キャンパスの中で最高のカップルだと称されるんです。でそれで卒業式が終わってからもうすぐに結婚するわけですね。そのカップルがハネムーンもつかの間、暮らしは本当に厳しいし、仕事ばっかりで忙しいし、もう二人の間に溝が生じるわけですね。でやがて喧嘩ばっかりになってしまって、そのあいつ男の方がもう酒を飲んだ勢いで酔ったまんま家を出て高速道路を飛ばしたっていうところで、この二人の物語は終わるんですね。これ以降が描かれてないんですけど、言ってしまえばそこであいつは、高速道路を酔っ払って飛ばして事故って死んでしまったという曲なんですね。そのあいつのために乾杯しようぜっていう曲なんですよ。曲調すごいアップテンポ、もうめっちゃ盛り上がる感じなのに歌詞がそんな感じで、答えなどないのさ、悲しむこともない、全ては移ろい消えてくっていう、何とも言えない、この何とも救いようのない曲なんですよ。あいつがいなくなって悲しいよとかそういう歌じゃなくて、そういう現実があったよねって言ってこう受け流していくような雰囲気の曲で、歌詞カード読みながら聴くと本当にえーってなる、そんな曲です。はい、続いてですけれども、たがために金はなるという1990年のアルバムからですね。これは3曲連続してるんですけれども、少年の心、そして青の時間、そしてサイドシートの影っていうこの3曲がですね、まあこれはレコード版では出なかったんですけれども、いわゆるレコード版でいう A 面にあたる部分の後半の3曲なんですよ。でこの3曲っていうのが文脈的に違うストーリーのようだけれども、実はつながってるような扱いをされている曲なんですね。まあ2000年に出たヒストリーアルバムっていうのがあるんですけれども、それまでのいわゆるベスト版的なものが出た時に、先ほどご紹介したプロミストランドというアルバムと、ファーザーズサンっていうこの前のアルバムと、このたがために金はなるの3枚は1枚を通してこのストーリーだから、同じ主人公のストーリーだから、こっからはベスト版に選出しませんという風になった。なので言うなればこの3つのストーリーはつながってると言っても過言ではないんだと思うんですよ。少年の心ですけれども、結構いい年になった男女が、まあ、ドライブデートをするような歌なんですけれども、主人公の男は一緒に行っている女の子のことずっと前から好きで、好きだけれども一歩踏み出せない、でもお互い若くない、そんな状況、車の中でワインを飲んでそのまま寝て、自分が先に起きて彼女の綺麗な寝顔を見て胸が痛む、だけどこのまま触れないままでずっと俺はそばにいるよっていう、どうしようもなく切ない曲なんですけれども、その先は描かれないわけですね。そこで You are the best friend in my life という、まあ、君は最高の友達だよっていうところで終わってしまうんですけれども、次の青の時間という曲はですね、情景が変わります。夕暮れの高速道路です。この曲の主人公渋滞に巻き込まれてるんですね。この渋滞に巻き込まれてるんですけれども、向かっている先は彼女のところ、二人の関係にとってかなり重要な局面を迎えているような状況なんですね。今すぐ会いに行くからねという状況で主人公をこう車に乗って向かってるんですけれども、渋滞にはまってしまったと。でこの時代ですよ、1990年、スマートフォンだとかもう携帯電話何にもないわけですね。もうあの子はきっと俺が来ないことを最後の答えだと、ね、待ち疲れてもう帰ってしまうだろうっていう、何とも言えない、これもまた救いようのない状況なんですね。主人公、ね、あっけなく一日は終わるし、こんなにあっけなく愛しい人を失ってしまうんだみたいな、救いようのない状況になるんですけれども、そこから音が途切れずに次の曲に行く。この次の曲がサイドシートの影っていう曲なんですけれど、これがまた強烈な曲ですね。すごく普通にいい感じのポップスなんですよ。アコースティックな感じの、音数の少ないいい感じのポップスなんですけれども、歌い出しからもう病んでます。海が見えたら起こしてあげるから、もう少し眠りなよ、ラジオを消してサイドシートに話しかけてみる、そこには誰もいないのに、という、誰もいないサイドシートに海が見えたら起こしてあげるから眠ってないよって声をかけてるって、今風で言えばもうメンヘラですよね。本当に歌詞の中では主人公が今見ているこの情景とかが歌われるんですけれども、誰かの腕に抱かれて眠りたい、何も奪わぬ恋に落ちて、というような歌詞が歌われてて、主人公の心は壊れる一歩寸前なんですよね。特にこの後救いがある展開があるわけでもないですし、このアルバムの1曲目が My Old 50s Guitar という曲で、この曲の主人公はですね、40歳の誕生日に自分の頭を打ち抜いて自殺する男なんですね。でそれで最後の曲の夏の終わりという曲は、玉田翔吾さんこれで引退されてしまうんではないかと当時言われた曲で、ギターも車も売り払って海辺の
の静かな街で隠居生活しようみたいな男の姿を描いてるんですよ。でもこの2曲に挟まれてるので、まあ A 面の最後の曲サイドシートの影ね、なんかねちょっと死の匂いがしますよ。やっぱりこのアルバム自体が全体的に暗いトーンっていうのもあるんですけれども、なんとなくそういう死を連想させるような曲だなと思います。まあそんなところで、浜田省吾さんの本当は怖い曲をいくつかご紹介してきましたが、浜田省吾さんはですね、サブスクとかではそんなに豊富には聞けないかもしれないんですけれども、たくさんねあの YouTube の方にもあの公式チャンネルから動画上がってたりして、まあ、今回ご紹介した曲とかはそもそもライブ映像がないものもあるんですけれども、レンタル等を利用してとかぜひ楽しんでいただければなと思います。というわけで今回の動画は以上にしようと思います。皆さん引き続きステイホーム頑張りましょう。というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。